おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら、ベストオブザスーパージュニア31、こいつらヤバすぎる最注目選手とは。イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆様お久しぶりでございます。つい先日ですね、超久しぶりにライブはライブ配信の方でですね、約8ヶ月ぶりの復活をしたんですけれども、通常配信としてはこれまた久しぶりでございますという形でございます。皆さん覚えていただいてますでしょうか。妄想プロレスチャンネルのシェイクでございます。今日私が話したい内容というのが、そう、新日本プロレスベストオブザスーパージュニア31と、最注目選手について語りたいなと思ってるところなんですけれども、もう皆さんご覧いただいてますでしょうかと。先日5月11日ですね、開幕戦を経まして、一応この開幕戦を見終わった後に、この動画を撮ってるような形なんですけれども、私はワールドの方でですね、全試合、当然観戦をさせていただいて、まあ今年もやばい選手が出揃ったなという気はしております。で、その中でこの選手たちはやっぱり群を抜いてるなっていうところと、まあ私なりの優勝予想、まあ優勝予想というか、とりあえずファイナリストになるのはこのメンバーたちじゃないのかっていうところをね、簡単にお伝えできればなと思っているんですけども、まず A ブロックから A ブロックからいきますと、まあ、今回あれですよね、 A、B ブロック合わせて、まあ、ここ最近のいつも通りって言ってるんですかね、10人ずつね、10人ずつ出てますよっていう中で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と10人ずつの A、B ブロックの2ブロック制でございますと。で、各ブロック1位通過、2位通過、要は2位通過までが、準決勝に出ると、まあ決勝トーナメントみたいな位置づけで、6月3日の東京後楽園ホールで準決勝、 A ブロック1位対 B ブロック2位、B ブロック1位対 A ブロック2位が戦って、最終戦が6月9日の大阪城ホール大会で優勝決定戦がありますよという形なんですけれども、まあこの各ブロック2人に絞るっていう中で言った時に、正直言って A ブロックに関してはこの選手は間違いなく準決勝には絶対出てくるだろうなっていう、もう一番抜けしてる選手ってのがいて、それは誰かというと、現 GHC ナショナルチャンピオンの早田選手、そう、ノアの早田選手が僕は間違いなく A ブロックの、まあ、決勝トーナメントに出てくる、人なんじゃないかなっていうふうに読みました。開幕戦が武士選手と戦いまして、見事勝利を収めた早田選手なんですけれども、正直ただの一勝というよりは、あの試合の中で早田選手が果たしてどのぐらい自分のポテンシャルを見せずに勝つことができたのかなっていう目線で正直言って見てました。うん、そのぐらいやっぱり早田選手の試合運びっていうところは非常にうまかったし、必要のないことはやらなくていいというか、やっぱり小川選手に指示してそこからいろいろ学んで、今のね地位があるだけのことはあるなと私は思って、正直言ってこの早田選手にきっちりと勝つことができる選手って今のジュニア界にいるのかなっていうぐらい、早田選手の完成度っていうのはめちゃめちゃ、やばいものがあるなっていうところで、 A ブロックの最注目選手は僕は間違いなく早田選手だと思ってます。あと先ほど一番最初に言いました通り、現 GHC ナショナル王者、要はそのタイトルを持ってるわけですよ。これって何かというと、まあ言ってしまうと、まあジュニアもヘビーも当然早田選手はジュニアの体格なんですけれども、まあ無差別級で戦っていける実力が彼にはあるってことだと思うんですよね。だからノアっていうのはやっぱりヘビー級は当然でっかい選手がゴロゴロいるし、まあ怪物級のね選手も多々いる中で、その中でジュニアの階級体重である早田選手がそのタイトルを持ち続けてることができるっていうところ、まあしっかりそのチャンピオン前として、戦っていけるっていうのは、やっぱりその体重差
を埋めることができるレスリングテクニックがあるからなんだろうなっていうところも含めて、そこの、レスリングとしての、レスラーとしての幅っていうのも含めて、やっぱり早田選手が一番最注目選手に上がるんじゃないかなっていうふうに私は思っております。はい。で、次、A ブロックもう一人いるとすると、やはり、エル・デスペラード選手。ね。やっぱここが、出てこないことには今回始まらないんじゃないかなっていうところなんですよね。まあ、デスペラード選手は新日ジュニアの中でいくと、もう高橋宏夢選手ともう完全に二分して、いい意味で、もうジュニア、新日ジュニアっていう枠の中からぶち抜いた存在であるっていうことは皆様ご存知だと思うんですけど、その中でデスペラード選手が唯一持ったことがないタイトルっていうのが、ベストオブザスーパージュニアの優勝っていうところなんですよ。これだけをしたことがないっていうのが、やっぱりデスペラード選手の今のキャリアを考えたときに、まあ正直言ってありえないことだと思うんですよね。としたときに、今年は6月10日、大阪城ホール優勝決定戦がある次の日に、デスペラード選手の興行があるんですよね。デスペインビタナショナル、インビタナショナルっていう大会があって、デスペラード選手が招待状を渡した選手だけが、その日参加することができる。そこはもう団体の枠を超えて、デスペラード選手がこの選手だっていう選手だけが出てくるっていう中で、ある意味、デスペラード選手によるデスペラード選手のための、そしてデスペマニアの皆様のための大会と言っても過言ではない、ものがそこに控えているっていう中であった時に、これデスペラード選手ご本人もおっしゃってましたけれども、そこにもう何も持たずに手ぶらで行くわけにはいかないと、やっぱりベストオブザスーパージュニアのタイトルを引っ提げてね、優勝でね、そういう優勝のトロフィーを引き下げて、デスペラード選手がそこのね、大会に現れなきゃいけないっていうことは、ご本人が一番分かってるはずなんですよ。だから、そこに対しての責任感、プレッシャー、そして、我々ファンの期待値っていうところも、今年は間違いなくデスペラード頼むぞっていう気になってると思います。ただ、一つそこで、やっぱ問題なのが、やっぱデスペラード選手いろいろ動いてるんですよ。この自分自身の、インビタナショナルのために。動いてる中で、果たしてこのベストオブザスーパージュニア31だけにどれだけ注力して動けていけるのかって。まあ当然ね、本人からすると優勝しか考えてないと思うんですけど、そうは言っても人間の体は一つしかなりませんっていう中で、絶対に頭の中はいろんなことを考えてるはずなんですよ。当然試合中は目の前の相手を倒すことだけを考えてらっしゃると思うんですけど、それ以外の時間っていうのはね、皆様ももう本当に同じ均一に24時間しかなかったりするので、だからそこのところでデスペラード選手が普段の大会、これまでの例年の大会と比べても、やっぱり体力とかマインドの消耗っていうのはめちゃめちゃ激しくなるんじゃないかなっていうところがあって、まあそういっためちゃめちゃ大事な大会が控えてるだけあって、本人のやっぱりプレッシャーっていうところは人一倍あるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。そしてやっぱりそんなね、もう今の新日本プロレスのヒロム選手と二分するだけの影響力、もうプロレス界の中でも影響力を持っているデスペラード選手なので、今は当然今は無冠なんですけれども、デスペラード選手をシングルでぶっ倒すことができるっていうのは何事にも変えることのできない勲章になるんじゃないかなっていうところで、そのデスペラード選手の大会控えてる控えてない抜きにしても、デスペラード選手はすでに狙われる立場であるっていうことは間違いないですよ。だからそういったところで、これはどの選手よりもめちゃめちゃ大変なものを背負った上での、今回戦いになるっていうところもあるので、まあ、ある意味デスペラード選手を応援したいなっていう気持ちも込めて、この A ブロックの2番目の注目選手に僕は名前を挙げさせていただきました。はい。そして次に B ブロック。B ブロックなんですけど、これちょっとね、めちゃめちゃ悩んだんですよ。やっぱり、これちょっといろいろ話しますけど、やっぱり一番は忍者マック選手。ね、のあの忍者マック選手っていうのがやっぱり気になってて、先ほどの早田選手もそうだったんですけど、この忍者マック選手も今は無冠なんですが、もともと GHC のジュニアチャンピオンでもあったし、元 GHC ハードコア、チャンピオンでもあったわけですよ。忍者マック選手がノアに参戦して、丸約今2年ぐらい。立ってるっていう中で、たった2年でその GHC のタイトルを2つも取ったよっ
っていうところも含む、シングルのタイトルね、を取ってるっていうことでも、やっぱりそれだけノアの中での存在感と、実力をうまくアジャストさせて、今の忍者マックっていうものが成り立ってるんじゃないかなと思った時に、やはり、ノアっていうのは、ほぼほぼ無差別級で戦うことが多かったりするので、やっぱりそのレスリングの幅だったり、体重差がある選手との戦い方っていうのは常に考えなきゃいけない団体で、毎日戦ってるってことを考えていったときに、やっぱりジュニアヘビー級っていうこのジュニアの大会、ジュニアのシリーズっていうところでいくと、非常にそういった意味での体の負荷っていうところは、普段の対ノアで戦っている時よりも、負荷は軽くなるんじゃないかなっていうところで、やっぱり忍者マック選手がちょっとかなり有利なところにいるんじゃないかなと。あと、これをもう忍者マック選手ご本人がインタビューで語ってましたけど、やっぱすげえトリッキーな動きするんですよ。もう皆さんね、ご存知の通りだと思うんですけど、やっぱ異次元殺法、昔で言うね、異次元殺法であったり、とんでもない空中技を出してきたりするので、やっぱあの動きについていくことができるのかどうかっていうところで、やっぱり忍者マック選手に戦いのファイトスタイルを合わせなきゃいけないっていうのが他の選手のやっぱりちょっと不利な点なんじゃないかなって思ってます。はい。そして2人目のこれまた他団体なんですけど、これは私の中での最注目選手っていうところでいくと、ドラゴンゲートから来たドラゴンダイヤ選手なんですよね。ドラゴンダイヤ選手がどこまでやっぱりね、自分自身のポテンシャルを発揮することができるのかっていうのは、やっぱり僕は非常に、楽しみにしてますと。初戦、アキラ選手と戦って負けてしまいましたよ、というところだったんですけど、この、ジュニアの大会のために、多分持ってきたでしょう。エンドゲームだったっけな。技名がですね、確かそういった技で相手を頭からというか後頭部から落とすという技がね、エンドオーバーだ、ごめんなさい、エンドオーバー、エンドオーバーっていう技があるんですけれども、やっぱりこれだけね、これ僕はX でワールドの動画をリポストしてつぶやかさせていただいたんですけど、この技だけだと思ってほしくないんですよ。もっと言えばこの技はある意味一つの見せ技という形であると思ってて、なぜかというとドラゴンダイヤ選手ってやっぱりジュニアの中でもより軽量級なんですよね。より ちっちゃい体、っていうところがあるので、その身長、160センチ台だったかな。160センチ台の選手が相手を持ち上げて落としたところで、落差っていうところはさほど期待ができるものではないんですよね。だから、どう落とすか、どのぐらいの速度で角度で落とすかっていうのが非常に大事になってくる中で、ダイヤ選手ってのはこのエンドオーバーっていうのをうまく使って、最終的な自分自身の、やっぱりこの得意技である立体的な攻撃、レプテリアンであるとか、やっぱそういう固め技であったり丸め込み技をうまく駆使して、相手を本当にキリキリ舞いさせていける技もあるんだよっていうのを、あえて今回の開幕戦では出せなかったかどうかわかんないですけど、だからダイヤ選手はあんなもんじゃないぞっていうところを僕はね、ここでは強く言いたいなと思ってます。はい。で、その上でね、その上でじゃあ B ブロックは誰が勝ち上がってくるのかっていうところなんですけど、これね、順位がちょっと非常に難しいところなんですけど、やっぱり一番は翔選手。翔選手、現 IWGP ジュニアチャンピオンの翔選手がやっぱ上がってくる可能性が高いんじゃないかなと。やっぱり本人のポテンシャルがね、非常にやっぱりチャンピオンである、っていうところを含めて強いのは当然として、開幕戦同様、ね、開幕戦なんて同じバレットクラブ内での戦いだったのに、ハウスオブトーチャーが出てきてるっていうのを含めて、普通に考えてやっぱりね、数的有利で戦いをすることができるっていうのはめちゃめちゃ有利なわけですよ。もう普通に考えたら負けるわけがないんですよね。しかも今回で言えば、ほとんどジュニアの選手、公式戦で、シリーズっていうのはほぼほぼ構成されてたりするんで、同じユニットの選手、他のね、階級、ヘビー級の階級とかでも、ユニットの選手が、いないわけですよ。その中でも、ハウスオブトーチャーは、しっかりと巡業に参戦してるというか、参加してきてるわけなんですよね。裕次郎選手をはじめとして。そうなってくると、やっぱりね、不利は不利なんですよ。そしてね、トーチャーツールもあるしって考えたときに、この翔選手含めハウスオブトーチャーの牙城を公式戦内で崩すのは非常に難しいんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。なので、翔選手がやっぱり勝ち上がってくるんじゃないかなっていうのが一つ。そして、もう一人は、やっぱり、
高橋宏夢選手になるんじゃないかなと僕は思ってますね。もうとはいえですよ、優勝っていうのはもう正直かなり厳しいと思うんですよ。まあというかもう十分ベストオブザスーパージュニアはもう制しましたよねと、いうふうに僕は思ってて、もうなんならベストオブザスーパージュニア殿堂入りしても僕はいいと思ってるんですよ、ヒロム選手。でもやっぱり新日ジュニアが好きだし、新日ジュニアをもっともっと盛り上げていきたいし、ヘビー級よりも上のね、肩勝ちにしていきたいしっていうのも含めて、やっぱりヒロム選手がやっぱそれを引っ張っていく、現役選手であるからこそ、ヒロム選手はやっぱり参加してくるんだと思うし、ってなってきたときに、やっぱりそんなヒロム選手が予選落ちなんてことは絶対あっちゃいけないと思うんですよ。さっきのデスペラード選手の時にも言いましたけど、もうヒロム選手もタイトル持ってる持ってない抜きにして、もうプロレス界の顔と言ってもいいぐらいの影響力がある選手だと僕は思ってます。だから、公式戦に組まれた、今回 B ブロックに、組まれた選手としてはめちゃめちゃチャンスなんですよ。高橋宏夢とシングルマッチを行うことができるっていうのは何事にも変えることができないチャンスとも言えるので、ここに関していくと高橋宏夢の首を狙ってる選手っていうのはもうワンサがいるんじゃないかなっていうの思うんですよね。そういった意味でも、たとえ優勝ができなくても、高橋宏夢だけはぶっ倒してやるぞって思ってる選手があの中に絶対にいると思うので、そうなってきた時にやっぱり宏夢選手は、やっぱ厳しい部分があるんじゃないかなと思う反面、やっぱり、過去最多ですかね、スーパージュニア優勝してる回数と連覇、偉業っていうことで考えると、まあ、合計ね、優勝回数はあれかもしれないですけど、やっぱ連覇をしたことがあるってことを言うと、やっぱり勝ち残る術っていうのは本人が一番分かってるんですと思うんですよ。だからそういった意味ではそこの経験の差で高橋宏夢選手がどうにかからがら B ブロック予選通過を果たすんじゃないかなっていうふうに思ってるので、私の中での B ブロック予想でいくと翔選手と高橋宏夢選手っていうところが勝ち上がってくるんじゃないかなというふうに思った形でありますっていうふうに考えると、一応私の今回のまとめでいくと A ブロックは、早田選手とエルデスペラー選手で、 B ブロックは翔選手と高橋宏夢選手って来ると思ってて、今回に関しては外国人選手よりも日本人選手が、決勝トーナメントで顔揃えるんじゃないかなっていうふうに僕はいろいろ考えて思った次第であります。はい、というわけで今回の動画のテーマはベストオブスーパージュニア31の私なりの最注目選手を述べてみました。ぜひ皆様のご意見ご感想も聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイー。